どうも、Xラッグの外の人、オナチャンネルの夏でございます。ということで、今回は久々のモンスターストライクの動画となっております。お久しぶりです。今日は一体何をやるかというと、そう、7つの大罪のコラボが、ついにね、間近に迫っております。無課金の僕として、一体このコラボ、見逃していいのか見逃しちゃいけないのかっていう判断は、皆さんちょっと難しいんじゃないかななんて、特に、まあ、進撃の巨人あたりから新規プレイヤーが増えたと私思っております。そう、私と同じ無課金プレイヤーが増えたと思います。さあ、そういった方々の一体ね、コラボ頑張ればいいのかと、そして何をやればいいのかというところでですね、まずはガチャを引けばいいのか否かっていうところがね、まず引っかかってくると思うんですよ。なのでね、今回ガチャキャラの方を見ていきたいなと思います。メリオダスとバンを僕は持っているので、そちらでね、ちょっと比較していきたいなと。でね、強さとか、使ってみた動画がね、もう上がってるので、そちらでね、あとは確認していただきたいなと。一個人意見として捉えていきたいなと、いただきたいなと思います。さあ、今回ね、メリオダス、そしてね、このバン。見事ね、重心が決まりましたよ。で、そしてね、キングが、前回のね、星5のキャラクターで重心感が決まりました。さあ、もう率直に言います。今回のコラボ、引かなくていいです。はい。コラボスルーでいいと思います。はい。おそらくね、強さとかはね、おのおのあるんですよ。個人的なね、強さとかが。なので、あとはかっこよさ、使い勝手の良さ、ね、僕、このね、アビリティの組み合わせ持ってないよとかで決めていいと思うんですけど、基本的に今回のコラボはスルーでいいと思います。降臨コラボ、降臨のね、キャラとかを集めるとか、運極を増やすとかっていうのは、やって全然いいと思うんですけども、ちょっとね、年末、そしてね、新春、ね、お正月とかね、クリスマスの、方がイベントは待ってまして、やっぱ結局ね、モンスターストライクってコラボのキャラよりモンスターストライクのキャラ使うんですよ。なので、全然ね、コラボキャラで、いらないんじゃないかなって個人的には思います。この性能を見ていただいても、まあ重心化っていうのはね、進化神化、まあね、進化しかないんですけど、バンとかは。なんですけども、それを組み合わせたとしても、僕はね、劇中の限定キャラ、そしてね、超重心祭の限定キャラの方が僕は全然使えてると思うので、特に年間通して考えてみてください。エクスカリバー全然死んでないです。なので、もしこのコラボを引いて爆死をする考えを持つよりは、超重心祭でエクスカリバーね、持っていても持っていない人でもそっちを狙っていって、かつね、他のキャラクターも出たらいいなっていう形で僕は行った方がいいのかなと思います。もちろん、余裕、はたまたね、欲しいよっていう人はぜひ、やっていただければなと思うんですけども、僕は無課金の見方をするんであれば、僕はコラボ、今回の7つの滞在コラボはガチャはスルーで、いいのかなという判断を下しました。僕もね、クエストの方を優先して、今回のコラボはやっていきたいなと。7つの滞在コラボ非常に楽しみです。まあ、今回ね、この辺で終わりたいと思います。また、コラボ始まったら皆さんモンストライフを楽しんでください。はい。その他、もろもろね、動画とかね、配信やらせてもらってるんで、ぜひ、チャンネル登録、そしていいね。ツイッターのもやってるんで、たまに TikTok も上げてます。そんな、オナチャンネルのやつが今回お送りした、7つの滞在のね、どうしたらいいか、もう、単刀直入に言わせていただきました。ということで、モンストライフ、皆さん楽しんでください。お疲れ様です。